どうも、モゴだ。まあ、今回ですね、なんとあの台東ステーションさんの府中くるる店さんお邪魔してまして、なんでもですね、これ見てください。もう世界最多級のクレーンゲームが多すぎる県みたいな感じで、もうめちゃめちゃ、もう見たらわかるでしょ。もう規格外のクレーンゲームの数々、これもうクレーンゲームの夢ですよ。今回ね、 YouTube 撮影をもう特別にね、もうしっかり許可をね、いただいてね、撮影させてもらうんで、だからもう堂々とできますよ、堂々と。で、今日は制限時間、まあ大体1時間ぐらいで、まあ、一応あのここにあの50回分だからもう 100円玉50枚入ってるんだけど、まあ、これをもう使ってあのもう全部もう乱獲していこうかなと思っております。あれだな、なんかかわいい。こういうでっかいのってさ、一発200円みたいなイメージがあるんだけど、これ100円でいけるんだ。おいおいおい、やっぱこれでしょうねえ。やっぱこのポケモントレーナーとしてはさ、こういうの無視できないわけよ。今日の第1号、はい、いきます。もう早速もうどんどん取っていくからね俺。ちなみに俺マジあのゲームセンターのこのこういうクレーンゲームマジうまいから。はい、一発目でいった。はい、一発目です。100円で取りました。おい、まあね、今のはしゃあない。こういうのってさ、あのタグに紐に何か引っ掛けんだよ、爪をな。こういうのが意外と、今の惜しかった、今の惜しいんですよ実は。いけいけいけ、爪入れ。うわ、入んねえな、ダメか。あ、なんかこの下のボール、あ、ボール取れたな。ボール、これもらおうか。これカプセル取れちゃった。あ、取れねえ一旦保留しようね、一旦保留しましょう。まあ取れる台はいつか来る。うわ、え、なんかポケモン系多くない？ちょっと待って、姫グマ欲しい。この姫グマ取ってあげないと。うわ、セレビーとかマナミもいいんじゃん。姫グマは取んなきゃダメだこれ。ほら、こんな感じでタグを引っ掛ける感じで、あそこに爪引っかかったらでかいんだよね。いけ、いや、いったこれ、いったよ。うわー、マジっすか。まあ、こんだけやっといて1個も取れませんでしたってなったら、もうあの進撃の巨人のなんかあのあれみたいに何の成果も上げられませんでしたってあの謝罪するわ。うわ、おい、いけ、うわうわ、今の惜しい。ちょっと待って、今入った、今ね、爪がタグに入ってるんで、これ取れました、多分取れた。うわ、いけ、あ、これいったでしょ。これこういうのいくんだよ、こういうの。いや、ダメだ、いった。だってもうあっちの紐に引っかかってる、爪が。マジで取れねえ、ちょっと大丈夫かこれ。おい、うだうだうんちく垂れてねえで、まず取らなきゃ始まんないんで、ちょっと待って、逆に人影狙ってみよっか。ほら、人影がもう見て寂しそうに待ってるわけよ俺のこと。こういうなんかぬいぐるみの気持ちになることによってな、取れるわけよこうやって。ほら、いけ、あ、ダメだこれさ次はこうやって取りましょうっていう。ほら、あ、これきました。あ、お、取れた。おい、取れたぞ。おい、取れましたね、このカプセル。これ持って帰っていいんだよね、これね。ちょっと入れとくわ一応これな。おい、人影さんよ。で、こういう時に油断をしてるこのヒメグマを狙うわけかね。そのヒメグマ、これむずいな、やっぱ。させていただいてもいいですか。いいんですか。あ、すいません、どちらもちょっとやって置き直しをしていただけるようです。置き、うわ、すいません、ありがとうございます。なんかコツとかありますか。そうですね、はい、体全体だけじゃなくて、例えば人影でしたら、はい、頭の方だけ持ってこういう風にちょっと引き連れてきたりする。なるほど、ちょっとやってみます。はい、ここで。ありがとうございます。ちょっとね、店員さんがあのもう忖度してくれてもうみんなが思うクレーンゲームってこうもう綺麗にもうこういくイメージあるでしょ。違うんだよ、地道な作業だからクレーンゲームっていうのは。ねえ、発狂していいか俺、頼むぞ本当に。いや、これはこういうのいくでしょ。うー、置き直してもらったのがもう全部パンになっちゃった。こんなパンのことがよろしければ、はい、通常のお客様でも、はい、長い場合は、はい、じゃあもうお助けしてしまって。あ、そっか、でも動画的にこうなんか申し訳ないやつ、置き直しても、はい、私たちはもう、はい、あ、ありがとうございますまあだからこういうのね、こういうのもあるわけだから、諦めなかったらな、取れるんだよいつか。大木戸博士ではないんですか。
どちらか選びいただく。あ、大木戸博士、じゃあ僕姫熊が欲しいです。わかりました。じゃあここは姫熊をばっかりと選んでいくぞ。体の方を狙っていただくと。いや、はい、これでわかりました、ありがとうございます。じゃあ こんだけやってみて取れなかったらどうすんの俺まして。ちょっと行ってみますね。ありがとうございます。この辺行け。もうこれでダメだったらもうこれでダメだったらねもう引退よ。あの YouTube 引退。ちょっと待って行けちょっとすいません。ちょっともうなんかもう安全に行こうか。よしよし。あの掴んでないんだよね。もうこう押し込むだけ。ありがとうございます。いやでもゲットしました。いやこれ大事にします。姫熊、まあ、軍資金もやばいんだけど次の行こう。うわでもこういう女が好きそうなの言ってもいいけどね、昔俺これ一回取ったことあるよ。200円ぐらい取れてお母さんにあげたらめちゃめちゃ喜んでた。クソデカシナもいるやないかい。え、これ普通に欲しいわ。ちょっとこれいきます。これこういうやつの方が得意なんだよ俺実は。これ多分ね右に徐々に出していく。だからまあ時間かければまあ取れるっちゃ取れる。そのかけるコストをどんだけ抑えるかっていうゲームなんよこれ。これなんかこのサイズのもう全部100円だわ。いや俺絶対これ取るからなマジで。いけ、ほら結構動いたでしょ。これ爪で飛んで弾くから、ほら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 ね、これなんですよ。これもだから爪がだからあの棒に当たるから、ほらこれ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 が意外と大事なんだよ。いくよ。うーわきちん。そうクレーンゲームは下振れがあれば上振れもある。だから諦めないのが大事。いけいけ、こういけ。よっ、この耳が重いんですよシナモン。この重いものの重心が右に今運よく行ってくれたんで、これわかった。こうでこの右の爪だけで右に押し込む。そうこ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 う。俺上手くね。いやもうこれで多分行きましたよ。おめでとうございます。はいドレッドね、こういうことですよ。シナモンゲットしましたね。今の見たらさ、もう俺がクレーンゲームの達人っていうのみんなに伝わったでしょね。しかもこれめちゃめちゃいいやつやで。これシナモンほらかわいいね。だから俺このシナモン俺毎晩もうなんか腹立つことあったらこうやってもうぶん殴ってさストレス発散するわ。あいやでもかわいい。うわこれどう。あプロ野球チップス欲しい。しかも2020年バージョンじゃん。これちょっと一回入れてみます。これも多分こううまいこと箱ずらしてまっすぐにしてみたいな。このアームがどんだけ動いてくれるかだな。いやどうやつ こうだな。これをこういう感じにすればちょっと一回こういうのを試してみようか。いけ、ほら変わったよね、変わったよ。多分あとここをケツ持ち上げればいけんじゃないかな。逆に積んだパターンかもしんないし。これいや多分もういけたらこれでいけると思うけどな。これでうまいこと、いやべえ積んだかもしんない。この爪先っていうよりかはこの本体を使うイメージなんだよね。で奥まで奥奥奥奥、そう奥まで行くと、そよっしゃ OK 取れた。はい取れました。奥深い。なんか取り方を考えるのがおもろいわ。めちゃめちゃ奥深い。うん、いろんな取り方ある。見てこれ大人買い野球チップスね。大人買い野球チップス2020年、オリックスの選手が欲しいです。はい、よし結局1万円使うことになりそうだ。これもう蓋開けたら絶対爆発するやん。これ下に落ちた振動でプシューっていっちゃうやん。すごいな。なんか逆に一回試してみるか。いけいけ、ここに引っかかった。いけ
もうちょいじゃね。だってこれモンスターエナジーってコンビニで買ったらなんか200円以上しますよね。200円取れたら俺得してるよ。いやこれいったあ、思いのほかいかねえわこう、いや完璧だ、いけ取れたでもこれ俺がミスんなきゃ200円で取れてたから、上手い人がやったらなんかもうコンビニ行かずにここで買ったらいいよね。ちょっとだけ節約できるから。これ昔ね、立石に住んでた頃、まあ、タイトルステーションか分かんないけどこういう感じの動きがあったんよ。それで一回 YouTube バズったんですよ。俺その時のちょっと、あ、気使ってくれたのか分かんないけど、その時の輝きちょっと取り戻していいか俺。しかもこれさ100円で5プレイできるから、でうまい棒って1本10円じゃん。だから100円で10本取れば元取れてる。もう宝の山よこの辺とか。ほらもう全部もう一撃、もう1打でもう7本取る。で多分2本、よし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 、うまくね。だって今のところ一発で2本取ってる。これ元取れる可能性あるぞ。意外と奥の方から取ってた方がもしかしたら取れるのかもな。これ手前は罠かもしんない。なんか綺麗に取れたもしかしたらなんか雪崩の要領でとんでもない量取れるかもしれない。ほらこの辺とか雪崩式に。で、あきつい。いやでも逆に今ので次への布石を打った。俺はこれ、いやこれは決まったわ。これ6本落ちるよ。これ見てみんな、この雪崩のように。ほらほら、あーダメだった。というわけで100円でうまい棒が、あでも6本取れた。これも上手い人だったら多分ね15本ぐらい取れると思う。お前これはやんなきゃダメじゃない、ね、野球のバットある野球のバットあるんですけど。あこれで俺次の試合出るわ。あなんか意外と、え、ちょっとむずいね。ちょっとむずい。これあとね500円なんで。お前これ500円あったら取れるっしょ。もう落ちてるやんほぼ。これラスト500円これぶっ込みます。多分前任者の人がね取り方分かってないんだよこれ。これねこうだよ。もうちょい左だったら多分落ちてたな。あ、オッケー、これ多分取れるわ。はい、もうこれでもういくでしょう。さあこの手のねやつはこうやって、うん、お前ちょっとは抵抗する力がまだ残ってたか本当にラスト100円で、本当にこのラスト100円で決まりそう。さあこれ本当にもう中身スカガンですね。もう1万あったよ。1万あったのを全て使い切って、さあ俺のラストゲーム。さあピカチュウ最後は君だ、僕の元においで。よっしゃ取れた。何これかわいい。これ何タオル、なんかタオルみたいなのゲットしました。ピカチュウの。オッケーオッケーオッケー。はい、ということでね、タイトーステーションさんのね、府中クルル店さん、でがっつり遊ばせてもらいましたけども、結果発表いきましょう。1万円使って結構取れた正直で。まずいきます、はい、さっきのこのピカチュウのぬいぐるみじゃなくてこのタオル、ピカチュウタオルでしょ。で俺個人的に一番嬉しいわ、このかわいいシナモンのぬいぐるみ。これ多分なんか普通にサンリオのさそういう店で買っても多分結構値段すると思う。で、ヒメグマのぬいぐるみ、こいつ一番かかったわ、本当に手のかかる子でした。はい、で、あとこれだな、プロ野球チップス大人買いバージョン。はい、もうこれも、これは帰ったらなんかオリックスの選手当てます。で、
まあ、ちょっとあとはもうカメラでちょっとこのあのモンスターとうまい棒6本です。はい。でございました。なんか遊べたなっていう実感がすごいわ。めちゃめちゃ楽しかった。なんかこの景品を取る以上に大なんかいい思いをさせてもらったのかなと僕思いました。はい。それでね皆さんもねもうぜひこのもう世界最大級のクレーンゲームいっぱいあるんで俺に挑戦してみろ。俺より上手いやつがいたらちょっと動画送ってこい。じゃあ、いや楽しかった。